8日の成人の日を前に、東日本大震災の波で大きな被害を受けた宮城県南三陸町、成人式が行われました。7日に南陸町、行われた成人式には、町の中学校、卒業した新成人およそ130人が振袖、袴姿などで出席しました。式で、南陸町の佐藤仁町長が、皆さんは、来ると、考えられないような困難を乗り越えてきました。その経験を糧にふるさとの、今日に、ぜひ力を貸してもらいたいとの、新成人たちの門出を祝いました。のは、新成人を代表して、阿部愛日生さんが、私たちは、震災で多くのものを失いまし、が、人を思う優しさや困難に立ち向かう、さも学びました。これからは、社会人と手復興に携わっていきますと誓いの意を述べました。出席した新成人たち、再当時は中学1年生で、南三陸町に、リックスと、長引く避難生活の中生活の点、内陸部に移すために転校を余儀なく、出る人も多く、今年の成人式の対象者、震災前より 37% 減ったということです。おろき同級生への思いとともに、南三陸、成人式には、震災で亡くなった同級生、の思いとともに出席した人がいます。南、陸町出身の小山康平さん、19、は、中、高の同級生だった三浦達典さん、等、1、を震災で失いました。三浦さんは、学校の校庭から高台に避難、る途中、津、に飲まれて亡くなりました。小山さんは地元伝統の踊りの活動などを、じて、くなった三浦さんと幼い頃か、ずっと、糸口に過ごしてきました。このため小山さんたち同級生は震災後に行われた中学校の、学旅行や卒業式の際も、必ず三浦さんの鬱、を持って一緒に参加してきました。来ていれば共に迎えるはずだった成人、も一緒に祝おうと小山さんたちは7日朝、遺族の元を訪れて、三浦さんの遺影を取り、その遺影を持って成人式に出席し、した。三浦さんの母親の吉子さんは、同性たちの姿を見て立つのにも生きていれ、こんな風に成長したのかなと少し寂しい、気持ちもありますが、写真だけでも成人に出させてもらえればと思っていたので、当に嬉しいですと話していました。山さんは今、ふるさとを離れて仙台にいる大学で教員になるための勉強をし、います。いつか教員として町に戻り、ほろ、なった三浦さんの分までふるさとのため、働こうと考えています。成人式の翔さんは、三浦くんは小さい頃から、族よりも長い時間を一緒に過ごした仲間、した。写真だけですが一緒に出席できて、かったです。これからも自分たちを見守、ていてほしいと思いますと話していま